エキサイティング、駅のサイトの ING と書きます、えー、生活圏がこれからああ駅を中心とした商店街を含めたエリアがああ生活圏に戻ってくるのではないかと考えていますそれは、えー、例えばああ畜産だったら花崗山という駅があったり本山があったり星ヶ丘があったりという駅の周りを、えー、お店が ここに登録ししてあったらどうでしょうでょかとそこにはバーゲンの情報とかテイクアウトの情報だとか、えー、届けてくれる宅配のお店があったり買い物代行の人のリストがあったり、えー、<coughs> 修繕があったり、えー、建築会社があったりっていうものがこの QR コードから複数のお店がこう紹介されていたらあ便利ではないでしょうかと。駅の サイトの ING 常に情報は変わっていくわけですからこのソーシャルメディアっていうのは今の情報がタイムリーに届けることができるわけですねそしてそれは運営者が中の情報を入れ替えるのではなくてそれぞれのお店がそれぞれのお店でできるソーシャルメディアを選んで情報発信をするという形で になっているわけですねぜひこのプロジェクトを駅ごとにそして区ごとにまとめることによって地域の小規模なお店もまだまだ存在価値が出てくるような品ぞえとサービスを考えていきたいと思います。